んな私でも簡単に作れますので、こんな感じ、トントントン。私も昔は2リットルのヨーグルトをどんどん買ってたんですけれども、もう最近は自分でヨーグルトを作るようになりました。で、3日か4日に一度ぐらい、ミルク、絞りたてのミルクを買って、そして自分でヨーグルトを作っています。石井さん、ここにいます。いつもありがとう。こっち向いて食べてないで、忙しい。ミルク絞ったとこなので、あんまりお乳がしぼんでる。ごめんね、いただきます。今日は3リットルなので、1.5 のペットボトルをもう2つ持ってきました。で、入れてくれます。ではここで私のものすごいいい加減なヨーグルトの作り方を紹介させていただきます。かなりいい加減です。ですから几帳面な方が見ると、ちょっとと思われるかもしれないですけれども、こんな私でも簡単に作れますので、ぜひ皆さん作っていただきたいと思います。私たちは消費量が多いので3リットルの牛乳を使ってますけれども、まあ、皆さん1リットルでも大丈夫かと思います。ちなみに1リットルは3リラですから、今日は3リットル買ったので9リラです。じゃあこれから今朝買ってきたミルクでヨーグルトを作ります。3リットル、これ2つ、ジャバジャバジャバとお鍋に入れます。いろんなやり方があると思うんですけれども、私はお友達のトルコ人から習ったやり方、プロじゃないので間違ったやり方してるかもしれないですけれども、私はこれで美味しいのができてるかなと思ってるので、それでいいんです。トク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 入れます。そしてスイッチをオン、強火で。おお、跳ねる跳ねる。まずは強火で、で用意するものは一つこういう入れ物とスプーン。本当は金じゃない方がいいそうなんですけれども、あんまり私気にしないのでこれでやります。でこれは何でもいいです。これぐらいの大きさのものあれば一つこの中に入れちゃいます。こうすることによって溢れないそうです。本当かどうかわかんないんですけれども、一応これをやってると溢れないので、多分何か理由があるんだと思います。なければ別に大丈夫だと思います。もっと大きなお鍋でやってる人、溢れなければそれでいいと思います。で沸騰するまでちょっと時間がかかるので、しばらく待ちましょう。はい、少しずつ温かくなってきました。で時々こうやって上から下にミルクをシャパシャパシャパ、こうすることで空気が入ってまろやかになるそうです。本当かどうかわからないですけれども、そう教えてもらったので私はその通りにしています。おいしくなれ、おいしくなれ、まろやかになれ。ちょっとだいぶ泡が増えてきました。で泡が増えてきたら少し捨てます。こうして上の方をくるーっと取ってアクを取るみたいな感じ。多分悪いものじゃないと思うんですけれども、そんなに美味しいものでもないかもしれないので捨てるそうです。
上辺をすくったんですけれども、ちょっと待つと下にミルクの部分、泡じゃない部分が残りますので、それをまた戻します。もったいないですから。ちゃ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 。でこの泡の部分だけもう捨てちゃいます。この作業を何度か続けます。だんだんと沸騰してきました。ちょっと火を弱めます。中火ぐらい、弱火の人もいますけど、中火ぐらいでいいかな。そしてここでさっきのスプーン、ちょっとここに入れます。簡易消毒、すごいいい加減です、いません。そしてこのお皿もちょっと消毒はい、戻します、戻します。ちょっと待っててもらいましょう。混ぜるのをもう少し続けましょう。一旦中火にして少しブクブクが落ち着いてきたら、またもう少し高め、7、8ぐらいですね。7、8ちょっと上げてどんどん沸騰させます。あんまり沸騰させない方がいいっていう人もいるらしいですけれども、その私が教わった人によれば、どんどん沸騰させて、そして少し煮詰めるような感じ、そうすると濃い牛乳になるので、そっちの方がヨーグルトすると美味しいよと言われたので、それを守ってます。はい、またブクブクなってきました。もうこの辺でそんなに泡は出てこないですけれども、あと1回2回ぐらい泡を取って、で待ちましょう。クツクツクツと煮詰めましょう。はい、10分15分ぐらい経ちました。少し量も減ってきました。もちろん泡を取ったので減ったのかもしれないですけれども、少し煮込んだ感じです。でもこれぐらいで、あとは火を消して待ちます。普通のガスコンロだったらそのまま待っていただいたらいいと思うんですけれども、これは電気などでまだ熱いのがしばらくつくので、ちょっとずらして、で待ちます。お皿を取るのも忘れないでください。あら、ひっついちゃってる。取るときは熱いので気をつけてくださいね。だいたい40度ぐらいということなんですけれども、我が家には温度計がないので、もう感覚です。日本のお風呂に入っていた時の温度を思い出しながら、だいたいぬるめになってきたかなという頃に今度はヨーグルトを入れます。それまでしばらく待つんですけれども、時間が経つと少し膜が張ります。この膜をまたどんどん取っていきます。取った膜から生クリームを作ったりバターを作ったりですから、もったいないですので捨てないです。少し膜が張ってきたので取りましょう。こんな感じでひっついてきます。上辺をすくうだけで OK。 はい、じゃあ私の手の感覚でだいたいお風呂ぐらいになりました。温度計のある人はどうぞ温度計使ってください。で、用意するのは、私はアクティバ使ってますけれども、何でもいいです。もし前作ったヨーグルトがあったら、それを少し大さじ、この量だと2杯ぐらい使っていただいたらいいと思いますし、お好きなヨーグルトで大丈夫です。私は健康良さそうなのでアクティバ使ってます。これを開けて、お、こぼれちゃいました。ちょっとこう水が出て固くなってるのでほぐします。トン
ント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 ン、塊がないようにほぐして、くる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 、トン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 、ダマがなくなったらそれでいいと思います。こんな感じ、もう少し滑らかでもいいと思いますけれども、こんな感じになったら少しずつこれを入れて混ぜます。いきます。簡単簡単、私たちはすごく、2人なんですけれども、すごくヨーグルトの消費量が多いので3リットルで作ってますけれども、多分日本の方だったら1リットルで十分だと思います。ですから量もこれの半分とか大さじ1杯分ぐらいで大丈夫だと思います。もうこれで出来上がり、あとは待つだけ。なんて簡単なんでしょう。もったいないので、私はちょっとまた入れてかき混ぜます。もったいない、もったいない。全部ヨーグルト。使い切っちゃいます。くるくる、そしておしまい。終わり。あとは蓋をします。ペーパータオルを私はいつも二重にします。1リットルだったらどうなんでしょう、一重でもいいかもしれないですけれども、結構な量があるのでべちゃべちゃにならないように二重にして、一番いいのはここにこうして蓋の上にこうして置いて、パパッキュッ、こんなタオルして、こうしてしっかりと巻いてください。で、今はここアンタリア、10月でもとても気温が高いので、もうこのままで全然大丈夫ですけれども、冬なんかでしたら、暖かい部屋があればそこに置いておかれるのもいいと思います。別に台所以外のところでもサロンでもお気になさらないんだったら、そういった暖かいところで置いておかれたらいいと思います。で、私の場合は、トルコには大きな大きなオーブンがあるので、その中に入れておくと、もう冬でも全然大丈夫。同じように6時間、待たれればヨーグルトの出来上がりです。6時間経ちました。開けてみましょう。ただ、こんな感じです。この水はホエーといって、とっても栄養があるそうなので、これだけスプーンで取って飲みます。健康にいいそうです。こんな感じ、トントントン。じゃあ水をこうして取ります。ホエーを取りました。こんなに出ました。こんなに出ました。このままでももちろん飲めるんですけれども、冷やした方がちょっとでも美味しいので冷やして飲みます。で、これでヨーグルトは完成なんですけれども、お好みはあるかどうかわかんないですけれども、私がいつもするのは、これも教えてもらったことなんですけれども、食べる前にもうくる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 混ぜるんです。そうするとまたまろやかになるそうです。一応こんな感じ、ヨーグルトこんな感じで出来上がりました。それを混ぜます。ぐる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 、
まだちょっと温かいんです。冷えるとまたもう少し硬くなると思います。今でも十分いい感じ。こうして混ぜ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 て、ダマもなくしてしっかり混ぜるとまろやか。はい、こんな感じです。そしてこれに蓋をして冷蔵庫で冷やします。で、さっきも言いましたけど、まだ温かいので普通に蓋をするとまた水滴が、出てしまいます。水滴が落ちると、薄くなるし美味しくなくなりますので、またペーパータオルでかぶせます。もう二重重ねにしなくてもいいと思います。一重で、今片手なのでやりにくいですけれども、こうしてこうして蓋をします。はい、しっかりまた閉めて、冷蔵庫に入れるとおそらく水蒸気が出ますので、一度これをまた拭いて、また新しいペーパータオルを置いて、そして冷やしていただければ出来上がり。 2,3 時間もすると冷えると思いますので、それで召し上がってください。このビデオを少しでも楽しんでいただけたら、いいねボタン押してください。これからトルコの生活、私の日常、旅行のことなんかもアップしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。